皆さんこんにちは。日本に戻ってきました。私はちょっとした報告があります。この前のライブ配信で説明したが、ライブ配信見れなかった方のためにもう一度説明します。来年は学生になります。29歳の学生です。学校に入学して日本語を勉強したいと思います。日本語をできるようになるといいんですね。まあ、頑張ります。今年の2月は韓国に行って、それからオーストラリアに一旦戻ります。まあ、いろんな国に行っちゃうんですけど、ライブ配信や動画もできるだけやります。毎回海外に行くと、日本はとっても便利な国ですねと改めて思います。夜中でもコンビニに行って美味しいご飯買うことができるというのはとっても素晴らしいです。それと早いインターネットはとっても助かります。オーストラリアではインターネットが遅すぎてなかなかライブ配信できない。ねえ、知ってたか？アフリカのカバってこんなに大きいんだよ。そして1800キロもするんだよ。でかいでしょ。それはとてつもなく大きいんですね。まあとにかく今年の週末は日本で過ごしたかったんですが、ビザの問題で一旦オーストラリアに帰ることになりました。それは私からのちょっとした報告でした。皆さん元気で。